はい、こんにちは。えー、では、問題は概要欄の方から、えー、ダウンロードしてください。はい。えー、では、えー、データ分析。今度はね、実際に分散とかね、標準偏差とかっていうような、実際の計算の話を、えー、していきたいと思います。その素材がね、この、えー、立命天大学の、えー、一問一答形式問題ですね。はい、こんな風にまとまってるんだ。特徴としては、あれがわかんないんだな。A チーム、B チームがあって、20人、60人、 まあ、例えば何でもいいじゃんか。わからないんだから。ね。えー、なんですけど、えー、なんだろう。ね、そっちの方が話しやすいんで、人数で話しますけど、えー、20人、60人はいいんだけど、一人一人のデータ、点数がわからないんだよね。ただ、ざっくり平均と分散って書いてあって、はい、まず平均点からいこうか。ね、全体平均を求めなさいって言うんだ。これはいけるんじゃないかな。これはよく算数でもちょっと応用問題として出るな。うん。 全体の平均いい。全体は80人だよね。だから割る80ってない,いよね。さあ問題は全体の点数の合計だよな。A チームは20人で平均が16点ということは、点数合計ってこういう風にしてやれば出るもんね。同じように、 B チームは60人いて平均点が12点っていうことですから、えー60、60×12 ということで合計が出るよね。そうするとまあ、分子を見てやると結局 A チーム、B チーム全体の合計80人分の合計ってことになりますから、あとはそれで80人で割ればいいよね。0で約分してやれば割とすぐパパッと計算できると思います。の答えだけでいいですね。えー、全体平均13です。 はい。これ、ちょっと使って次の話しますよ。いいですかあのー、じゃあ、いわゆる、いよ全体の分散。これは個々の分散。全体分散。はい。またまた分散の求め方の公式を書いておこうか。まず。これに従うからね。っていうか、これはこれを使わないと出せないよ。うん。いいか 二乗の平均から、平均の二乗を引け。ね、なんか、同じような言葉に見えるけど、全然違うよ。データ二乗して合計して人数で割ったもの、二乗の平均。こっちはただ単に平均、あ、これな。平均を二乗しただけ。うん。これ分散の求め方バージョン2だよな。意外とこれ盲点だよね。 ま、ちょ、っと先話進めましょう。だから、まず必要な情報を求めようか。はい、まず、A について。いいかまず、A チームについて。はい、分散24。この求め方で、まず求めると、24イコール。いいかはい、2乗の平均。引く。 えー、A の平均点は16ですから。ね従ってここから何が求まるかって言ったら、A の2乗の平均が求まりますよね。A の2乗の平均が、えー、結局256足す24って、これ移行すればいいよね。いいかい 二乗の平均だよ。点数二乗して合計してクラス人数で割ったものが二乗の平均だ。二乗の平均だ。だから、いいか ?A の二乗の合計。ね。A だから十、二十で割ったものがこれですから。従って二十倍ということになりますよね。 これが A の点数2乗の合計ということになって、これが5600。もう一回同じこと言うよ。もう一回同じこと言うよ。はい、B について。B について、同じく B の分散28だから、B の2乗の平均。 そこから B の平均の2乗を引いたもの。そうすると、B の2乗の平均。まあこれあっち移行するだけですから、えー、まあ144で28な。まあもちろん計算してもいいんですが、2乗して合計してクラス人数60で割ったものが B の2乗の平均なのだから、 よって、B の2乗の合計。それを今度はクラスの60倍してやればいいっていうことになりますよね。まあ、これやると、計算してやると、 えー、1万320になるかな。さて、いいですかここまでちょっと同じことを2つ話しましたけど。<laughs> まあ別にこってり記号を使って書くのもありのかもしんないけどね。まあなるべく <laughs>、あの、あんまりごちゃ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 記号を決めずに、まあ今さらっと言葉で書いてますけど、ね。 え、最終的に全体での平均が求まりますよね。いいかはい、そうすると、はい、最終的に全体平均だよ。以上より、全体の分散は、いい全体の分散は、はい、全体の2乗の平均ですけど、だから合計出しておいたんだ。 A の二乗合計がこう。B の二乗合計がこう。これ、全体の二乗の合計。いいね。全体の二乗の合計。うん、それを、全体は80人。これが全体の二乗平均だ。うん、そこから、 全体の平均点はさっき13って出したよね。ちょっと色が被っちゃったなぁ。二重線にしとっか。なうーん。ということになるでしょう。まあ、あ0で約分して、あとは、えぇ、ー、いろいろ約分してっていうことで、これ、ここ計算すると199になりますから。で、これは169だよね。したがって、 30というふうに出てきますよね。さあ、ちょっと大事なポイントをもう一回振り返っていこうか。ね。いいですかあの、本来はこうだよな。分散の定義は、まあ、ちょっとここは文字使っちゃうけどさ、一般的に、まあ、こういう二乗で表現するよね。 なぜならこれをルートしたものを標準偏差といってそっちにルートつけたくないからっていう理由でこっちにね、二乗つけるというか通例ですよね。まあ一応教科書的にはね。うん。で、これって、こういうことだ。ちょっとシグマで書いちゃうけどさ、ちょっとキザにな。はい、1番くんのね、点数、そっから平均引く、2番くんの点数平均引く、わーわーわーといって、N 番くんから えー、平均点引く。これが俺の言う平均との開き。ね、平均との開き。まあなんだろう。ね本当は変差って言うんだけど。うん、ねあ、数列の場合は回差って言うんだ。いや、これ対応してーだよ。うん、まあ言葉の問題ですけどね。この平均との開き。 で、これやっちゃうと、絶対にゼロになっちゃうっていうんで、これを二乗してやるんだよな。ね、これが、え、分散の求め方の定義です。だから絶対正の数にしか出ませんけど。で、これをね、いじっていくと、このもう一個の分散の求め方が出てきます。ちょっと使い分けだけ確認しようね。はい。一人一人のデータが出てるときは、こっちがいいよね。だけど、これ一人一人のデータが出てないよね。 だから分散に関しては、えー、こちらの二乗の平均から平均の二乗引けっていう、こちらの公式を使うことになりますよね。いや、これしか使えないだろう。だって一人一人が分かんないから無理だよね。うん、ねえ。はい。二乗の平均出すためには、まず、全部の二乗平均の、二乗の合計が知らないと。だからまずは A の二乗の合計だ。で、B の二乗の合計。そして、合体させて、全体の二乗合計。 ね、クラス人数が80人で割れということになりますよね。いいですかね。はい。まあ、こんな風にして、ね、個々のデータがわからない時の対応としてはこっち。まあ、ただ両方使えるようになってくださいね。分散の計算っていうのはね、ね、個々に引くというやり方もあれば、こういうやり方もある。まあ、どっちにしたって計算はある程度はちょっと大変なのはありますけど、ね、まあ、それはしょうがないです。はい。えー、分散の全体の求め方。よろしかったでしょうかしっかり復習しておいてください。 はい、以上ででですさあ、あのー、今日の授業どううししたでしょうか、あのー、まずねあの同じように書いてみてください。とにかく毎回毎回同じようなことを真似して書くってことね。でそれで毎回毎回同じことが身についていきますからもうその反復練習。ね。だから今日もしっかり真似して書いてみてであとは自分でまた書いてみるのを繰り返し。いいかそれを絶対怠っっちゃいけないよ。その地味な作業だけですから。ね。頑張ってやっていきましょう。